日本の潜水艦は最強と世界でも言われている昨今、中国の最新鋭水中のジョーカーこと096型原子力潜水艦の衝撃事実がアメリカより公表され、その情報をキャッチしました。今回は、そんな中国最新鋭096型原子力潜水艦の性能について詳しく見ていきますね。全米を震撼させる、その能力はそんなにヤバいのか。気になります。海上自衛隊の最新鋭潜水艦は、もっと、ヤバい性能って中国は体験済みなはずだけど、一番ヤバいのは建造能力かもしれませんね。数で勝負そんな考えがあるような。11月15日、サンフランシスコで、バイデン大統領、習近平主席による1年ぶりのアメリカと中国首脳会談が行われました。この会談は、4時間を超す長時間になりましたが、2国で中断している国防当局や軍高官による対話の一部再開を議論したと言われています。しかし、どちらかといえば、台湾周辺や東、南シナ海で威嚇行為を繰り返す中国に対して、アメリカ側が対話を望んだのではないかと推理されているようです。とはいえ、会談では、両首脳とも、本音は、絶対口にしませんよね。まるでポーカーゲームのように、相手の主殺を探ったに違いないでしょう。特に、バイデン大統領は、中国側のジョーカーの存在が、ひどく気になったはずです。中国のジョーカーとは、ズバリミサイル原潜です。11月1日、アメリカ軍事サイトは、中国海軍の新型096型戦略弾道ミサイル搭載原子力潜水艦 SSBN の建造が急ピッチで進められていると報じました。これが事実なら、中国軍には、スム094クラス SSBN が6隻に、新たに東急と呼ばれる、巨大な原潜2隻が加わることになるわけです。ちなみに、中国の潜水艦には、歴代王朝の名前が付けられるようですね。東急096型は中国遼寧省で建造中とみられます。アメリカ国防総省議会の報告によれば、この艦は、スム級の12発から24発に倍増する数のミサイルを載せる予定と言われています。24発という数は、アメリカのミサイル原潜オハイオ級と並んで、世界最多の搭載数ということになります。核による軍事バランスは、アメリカ、ロシアによる冷戦期以降、国々の対話によってある程度はコントロールされてきたはずです。しかし、現在は中国や北朝鮮等の急激な軍備拡大によって、そのバランスが崩れ、対話やコントロールが不能な状態に陥っていることは厳しい現実でしょう。アメリカ国防総省の発表によると、中国は現在核弾頭を500発以上保有しているということです。それが数年後の2030年には1000発を超えると見込まれるのです。ミサイル原潜に搭載する弾道ミサイルも大型化し、キョナミ JL-2 からキョナミ JL-3 になると見られ、弾頭は1メガトンの単弾頭または個別誘導弾頭をマックス10個程度搭載するとも推測されているのです。つまり、アメリカと中国のミリタリーバランスが崩壊したと言っても誇張ではないでしょう。そして、この崩壊は、はっきり言って、アメリカの核の傘に依存している日本にとっても、深刻な脅威になることは自明の理ですね。これまで、中国の進む旧潜水艦が、アメリカ本土にミサイルを撃ち込もうとしたら、ハワイ近海まで進出しなければ届かなかったのです。しかし、前述のキョナミ3の射程は、約12000km の長さを誇ります。ということは、中国の沿岸部から、アメリカ全土をほとんど射程に収められることになります。つまり、わざわざ危険を冒してまで太平洋中央部に出ていく必要がなくなったのです。これは、アメリカのミサイル原潜オハイオ級がアメリカ本土の近海から出ないのと同じ理屈ですね。こうした中国潜水艦の動きをどう見るのでしょう？軍事評論家のある人の意見を紹介します。東シナ海の中国沿岸から、台湾海峡までの沿岸部は水深100メートル未満なので、潜水艦が隠れる場所はない。ということは、母港のある海南島近辺から安全に隠れられる水深300メートル以上の海域、
つまり南シナ海まで出なくてはならない。ということは、中国が南シナ海を原潜の聖域化することを意味する中国が、ASEAN などの周辺諸国と対立してでも南シナ海を支配しようと目論んでいるのは、戦略的に重要なミサイル原潜の聖域として、この海域を確保したいという意味合いが強いという分析です。中国が潜水艦の聖域として確保したい海域がもう一つあります。それが、尖閣諸島から沖縄本島と宮古島の間の宮古海峡を抜けて太平洋に抜けるルートです。だから、こと、尖閣諸島の実効支配を継続し、日本の漁船や海保艦艇を追尾したり、ぶつかってきたりするのでしょう。いずれにしろ太平洋をめぐるアメリカ、中国激突は、陸軍主体ではなく、海軍主体の戦いになるとみられるようです。アメリカ国防省の年次報告書でも、中国海軍艦艇数は、現状の340隻から25年までに400隻、30年までに425隻に増えていくと推測されているとか、惜しげもなく金を注ぎ込んで軍備拡張を続けるだろうと見られているわけですね。一方、アメリカは300隻未満ですから、中国の急速な軍備増強ペースに追いつけないようです。中国は艦隊を大型化し、建造能力もアメリカ以上ですから、アメリカ海軍より優位な立場にあると憂慮しているのが厳しい現実です。アメリカの海軍戦略を大きく変化させないと、中国への対応が難しくなっているのは明白ですね。潜水艦は、海中深空を航行するという元々の性格からして高い隠密性が認められる乗り物です。096型はそれだけにとどまらず、その形も、ステルス性に最大限配慮されたフォルムと思われるのです。ただし、当然ながら、その性能の詳細は明らかになっていません。動力に原子炉だけでなく、電気駆動方式やウォーターポンプ推進装置など複数を採用することによって、ステルス性をさらに強化しているという情報もあるようですが。さて、日本の対潜哨戒網は、中国新型原潜をきちんと捕捉できるのでしょうか？対潜哨戒機 P3C や哨戒機 P1、または、海おのずと連携する、米国の音響監視システム、ソーサスなどの水中固定型ソナーも、いまいち心もとないようです。従来の中国原潜は、蒸気タービンを回す音が大きかったので、海中でもすぐ探知できたようですが、096型は、ステルス性を備えているので、捕捉できるかどうかについては、全くの未知数ということです。前出の軍事評論家の考えでは、哨戒機が、単独で原潜を捕捉するのは非常に難関と言っています。まずはソーサスで海中の平常状態のデータを蓄積しておいて異常な音を感じたら即その海域に対潜装備を送り込んで探知する手順になっているそうですが、自衛隊が豊富な海中データをゲットして対潜兵器を送り込むという2段階を同時にできるかと考えると、かなり厳しいでしょう。その不足を補うために、多機能護衛艦を大量に建造する計画に踏み切ったと考えられます。では、海地が誇る最新鋭潜水艦隊ゲイ型なら対応できるでしょうか？基本的に、日本の潜水艦戦術というのは海峡などに潜んで、相手艦の発する音を探知し、位置を捕捉するというものです。こちら側の存在に気がついて相手が逃げ出したら追跡しなければなりませんが、日本には通常動力型潜水艦しかありません。通常動力型は原潜のようにスピードは出ませんから、相手に振り切られると追尾は不可能ということなのです。そう考えるとアメリカ海軍の原潜に頼むしかないということになってしまうのですが、自国の防衛を同盟国とはいえ他国に預けて良いものでしょうか？もしそんなことになったら、今まで以上の思いやりを予算で示さなければならない羽目になりそうですね。軍事評論家の意見を続けます。中国潜水艦の多くは通常動力型なので、必ず海上に顔を出すことになる。それを捉えるため、アメリカ海軍 P-8 哨戒機は、対潜能力に劣っても、無人機と連携して広範囲海域を監視する能力を実装している。中国海軍主力の通常動力型潜水艦に対しては、
哨戒機、駆逐艦で探知、撃破する体制を整えている。が、原潜には、原潜による追尾の対応が基本。ということは、096型を建造して、中国の原潜数が増えると、アメリカ太平洋艦隊潜水艦隊の負担がますます増えていくと考えずにはいられない。アメリカや中国はもちろん、台湾やフィリピンなど、海洋を睨んでの各国の軍備競争は、水面下でますますヒートアップしていくことになりそうです。そして、日本も、嫌が運にも巻き込まれていってしまうのでしょうね。護衛艦加賀の艦首が四角へと改修工事が完了し、次は、護衛艦出雲が、艦首四角へと改修工事へ突入する中、日本の安全保障が日々悪化している。2024年度は、F-35B 戦闘機の配備が始まるはずですが、今回は、2025年度、日本の防衛予算が、ついに8兆円を突破、この記録的な数字の背後には、何が隠されているのでしょうか。日本が直面する安全保障の現実と政府が打ち出した未来への対策を徹底解説します。トマホークも1年前倒しです。2024年8月末、来年度2025年度分の防衛予算の概算要求額が8兆5389億円となることを防衛省が決定し、これまでの最高額であった、今年2024年度の同予算の7兆9496億円から、さらに、およそ5893億円が上積みされた形となった。昨今の自国防を取り巻く安全保障環境の悪化から、日本が大幅な防衛予算の増額に踏み出したのは、一昨年前の2023年度はからであったが、こうした増額を繰り返し、2027年度分予算までの総額はおよそ43兆円に達する見込みである。こうした防衛予算の大幅な増額を政治的に決断した現自公連立の岸田政権ではあるが、支持率の低迷は続き、今年は新政権へと交代する流れとなっているが、防衛予算の件に関しての批判はそれほど見受けられないようにも見える。これは、この2024年8月に相次いで発生した中国軍爆撃機の日本の領空侵犯や、同国の調査船の日本の領海への侵入など、今や最大の仮想敵国となった中国に対し、多くの日本国民が防衛力の強化という政策をやむなく支持しているゆえだろう。さて、そんな状況下における日本の防衛予算の使途だが、今は、敵の防空網の外側から攻撃を行うことを可能とする、一人式地対艦誘導弾の能力向上型などに代表される、いわゆるスタンドオフミサイルの整備に重点が置かれている。尖閣諸島を含む南西諸島方面の防衛力の強化には、対艦及び対地攻撃の両方に活用が可能なスタンドオフミサイルを、様々な発射プラットフォームから運用する体制の構築が急がれている状況だと言えよう。そうした中でも、来年度2025年度分の防衛予算の概算要求額の8兆5389億円の内訳には、現在進行形で進められている海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦出雲と2番艦加賀の改修工事に必要な額もおよそ18億円が含まれている。これまで、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の改修工事費用としては、2020年度分でおよそ31億円、2021年度分でおよそ203億円、2022年度分でおよそ61億円、2023年年度分でおよそ52億円、そして、
今年2024年度分でおよそ423億円が計上されてきた。これら2020年度分の予算から、今回の2025年度分までの防衛予算において計上された、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦の改修工事の6年度にわたる総額は、およそ788億円1隻あたりだと、およそ394億円に相当となる見込みである。いずも型ヘリコプター搭載護衛艦の改修工事費用は、おおむね、来年の2025年度分予算までで根の張る部分は終了したと見ていいのだと個人的には考えているが、同艦の建造時の費用は、一隻あたりはおよそ1200億円ほどだったと記憶している。したがって出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の建造費とこれまでに計上された改修工事費用とを合わせると、一隻あたりにかかるであろう費用は、少なくともおよそ1600億円はくだらないと目されるが、それは、最新鋭のイージス護衛艦、マヤ型の新造費が、およそ一隻あたり1700億円であることにほど近い。言うまでもなく、海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦である、マヤ型の建造費は、同隊が保有、運用中の艦艇の中でも、最高に高額であり、そこに搭載されるイージス戦闘システムが高価であることが、大きな要因となっていることは、想像に難くない。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻も、当初より、今の改修工事後の形式で建造されていたのならば、もっと安価な費用で建造できた可能性もあり、今後、同様規模で、同用途な艦艇が建造される際にどのようになるのか、興味は尽きない。さて、これまでの出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻、出雲と加賀の改修工事の進め方についてだが、両艦ともに、5年に一度の頻度で実施される大規模な定期点検のタイミングに合わせて行われてきた状況である。これまでの出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の改修工事の経過を簡単に振り返ってみると、まず1番艦である出雲が、ジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場において、2019年度の末から1度目の改修工事に入った。その後、出雲は2021年6月の末に、一度目の改修工事を終えて、現場への復帰を果たしているが、ここでは、主として艦載機とする F35 ライトニング 2B 型の運用に必要な飛行甲板への耐熱処理や、その滑走時の目安となる黄色のトリムラインの設置などが施された。ついで2番艦の加賀であるが、2021年度の末から、ジャパンマリンユナイテッド社の5事業所において、1度目の改修工事が行われたが、そこでは、改修工事で先行していた出雲より、早く、艦首部分の飛行甲板の拡幅工事が盛り込まれた。元々の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、両艦、ともに、飛行甲板の先端部分は、上から見た場合、緩やかなカーブを持つ台形型の形状をしていたが、F35 ライトニング 2B 型を、今後艦載機とするにあたり、それをスクエアな飛行甲板へと拡幅する工事が行われたものだ。この飛行甲板の先端部分のスクエアな形状は、アメリカ海軍の強襲揚陸艦であるワスプ級やアメリカ級と同様なものであり、F35 ライトニング 2B 型の滑走距離を少しでも伸ばすこと、前方からの乱気流の影響を低下させること、飛行甲板の露天駐機スペースを確保することが主な理由とされている。加賀の一度目の改修工事は、2023年度の末をもって終了したことが海上自衛隊からアナウンスされており、こちらも、現在は、一旦、通常の任務に復帰をしている状態であり、その艦首部分の飛行甲板の拡幅が完了した姿は、多くのマスメディアの報道にも登場したことは記憶に新しいだろう。今後の改修工事について、出雲は、今年2024年度から2度目が行われる予定となっており、加賀に先行された艦首部分の飛行甲板の拡幅工事を中心として、すべてが完了するのは、2027年度となるスケジュールが示されている。一方の加賀は、来年2026年度から2度目の改修工事に入る予定と目されており、その完了は2028年度内となると、現時点では考えられ、出雲から始まった2度にわたる改修工事も、ここで全て完了となるものと思われる。
こうした母艦となる出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の改修工事と並行して、その艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、宮崎県の新田原基地に、今年2024年度中に、最初の6機が配備され、それを運用する臨時の飛行隊が創設される計画となっている。この最初の F-35 ライトニング 2B 型の6機という数は、2020年度の防衛予算の中で計上されていたもので、航空自衛隊としては、現時点で、同機を、総数で42機調達する予定となっており、以後毎年、徐々に配備数も増加していくと見される。これまで見てきたように、出雲は2027年度中、加賀は2028年度中に改修工事を終え、艦載機の F-35 ライトニング 2B 型も、今年2024年度中に、最初の機体が配備されるが、あと、少なくとも、3年ほどは、その稼働状態までには至らない。しかし、今でこそ、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦2隻へのの F-35 ライトニング 2B 型の艦載準備が進められているが、わずか6年ほど前の2018年頃には、日本の軍事関係者の間で、すら、こうした対応が実行に移されるか否かについては意見が分かれていた。当時の否定派の主だった意見としては、政治的には、それまでの日本政府の自衛隊による攻撃型空母の保有は認められないという見解に準拠しており、これを文言通りに解釈し、日本が航空母艦を持つことは困難とする見方だった。これについて、日本政府は、南西諸島防衛のために、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に F-35 ライトニング 2B 型を艦載可能とすることはあくまで自衛用であり、攻撃型の航空母艦には当たらないとする見解で実行に移した。二つ目の懐疑的な意見の代表は、すでに調達を進めている陸上の通常滑走路を使用する F-35 ライトニング 2A 型に比して、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型は、それを実現する飛行場、どうしても、前者よりも、燃料や兵装の搭載量が少ないという点だった。そのため、B 型を調達して出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を改修し、その運用に必要な機能や人員を育成する手間とコストを考えれば、空中給油機の調達数を増加させて、A 型の作戦行動半径を拡張する方が合理的とするものだった。この指摘に沿わず、結果的に、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする方向で動いているが、個人的にはこの指摘は今も一理あり、航続距離と兵装搭載量が少ない B 型の運用はかなり限定的なものとなるとは感じる。日本の防衛予算が急増している背景とその具体的な使途について深掘りしました。2025年度の防衛予算は過去最高を更新し、特にスタンドオフミサイルの強化や南西諸島の防衛体制の充実に重点が置かれています。この巨額の予算は中国の軍事的挑戦という直接的な脅威に対抗するため、そして国民の安全を守るための必要不可欠な投資と言えるでしょう。日本がどのようにしてこれらの課題に対処し、国際的な安全保障環境に適応していくのか、今後も注目していく必要があります。GCAP ファンボロー航空ショーで次期戦闘機実物大がモックアップされる中、次期戦闘機用ジェットエンジン開発が加速しているとの情報をキャッチしました。今回は、そんな開発加速中の
次期 XF9 エンジンの行方を詳しく見ていきますね。デルタウィングで、航続距離と並走搭載量が大幅アップを計画中だが、あまりのデカさにびっくりしています。新進は小型化でステルス性能最強だったけど、エンジンも XF9 の総発装備なら、今からでも量産化体制取れるのではないのでしょうか。どう？フランスのパリ国際航空ショーと並び、世界を代表する航空ショーである、ファンボロー国際航空ショーが、イギリスのロンドン近郊のファンボロー空港を中心に、この2024年7月の上旬に実施され、航空関係者の注目を集めた。ファンボロー航空ショーが西側諸国のみにとまらず、今でも、世界的な航空ショーと称されているのは、単なる航空関連の展示内容が豊富というだけではなく、対象の航空機を含む周辺のサプライチェーンをも包括した形式である点が大きいと考えられている。そんな今年2024年のファンボロー航空ショーにおいて、日本とイギリスとイタリアの3カ国が共同開発を進めている GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに関する新たな動きも見られ、日本でも多くの報道がなされた。それは、今回のファンボロー航空ショーの展示に、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいて、イギリス側の主管企業であり、その中核を占める BAE システムズ社が、実物大のモックアップを披露したためだ。ここで披露されたのは、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの中心である、有人戦闘機の実物大のモックアップであり、機体そのものの詳細な数値等は明かされなかったが、これまでと、大きく形状が変化していた。それは、従来までの GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機と異なり、主翼にデルタウィング形式が取り入れられたデザインとなっていた点で、一目でわかる外観上の変化となっている。ただし、これを展示したイギリスの BAE システムズ社の担当者のコメントによれば、主翼がデルタウィング形式となっていた GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機のモックアップは、確定した形状ではないとされている。県の BAE システムズ社が、今回のファンボロー航空ショーの展示にあたり、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機がデルタウィング形式であるのは、あくまでも、現時点での暫定的なものとの見方を示したわけだ。それでも、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機がデルタウィング形式となれば、これまでよりも主翼内に収められる燃料タンクの容量が格段に増加することが予期され、航続距離の延伸に期待が寄せられている。加えて、機体そのものもかなり大型である、この GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機のモックアップからは、当然、機体下部のウェポンウェイの容積も増しており、兵装の搭載量も増加することが見込まれている。現在、日本の航空自衛隊も、最新鋭の主力戦闘機として調達を進めている最中のアメリカはロッキード・マーチン社製のいわゆる第5世代戦闘機と呼ばれている F-35 ライトニング2A 型に比してもそのウェポンウェイの容量の大きさは明白に映る。無論、大前提として GCAP グローバルコンバットエアプログラムで開発される有人戦闘機は現在の F-35 ライトニング2A 型の先を見越したいわゆる第6世代戦闘機とも言われているゆえに、その能力を超えることを志向しているのは当然といえば当然でもある。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機は、開発スケジュールの上では、来年2025年中には、機体全体の設計フェーズに入り、2035年までには、日本を含め、参加各国で実戦配備を行う予定とされている。したがって、GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機のデザインが今回のファンボロー航空ショーにおけるモックアップのようにデルタウィング形式となる可能性はスケジュール上から見ればかなり高いようにも個人的には思える。こうした GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の機体そのものデザインと並行してその構成要素として大きな比重を占めると目されているのが性能自体に直結する機関部についてであろう。現在のように、日本とイギリスとイタリアの3カ国で共同開発を行う、
GCAP グローバルコンバットエアプログラムが確定する以前から、日本の IHI 社では将来の戦闘機用の機関部として XF9 の開発を独自に行っていた。 IHI 社の新たな戦闘機用の機関部 XF9 は試作機とはいえ、すでに今から6年前の2018年6月には防衛装備庁に納入が行われており、翌々年の2020年7月までのおよそ2年間を費やして、その性能を検証するテストが実施された。この性能を検証するテストにおいて、IH 社の機関部 XF9 は、タービンの吸入口付近の温度で1800度以上に耐えられることを示し、かつ、推力もアフターバーナー未使用時に約11トン。使用時には約15トンという数値を記録している。IH 社の機関部 XF9 のこのテストにおける数値は、それが試作機であるとはいえ、現行の F2 も搭載しているアメリカのジェネラルエレクトリック社の F110 に比して、断面積換算での推力は約 30% ほども高いものとなっていた。そのため、この結果が報じられた直後には、日本の航空自衛隊の現行の F2 を代替する後継の戦闘機については、純国産での開発も可能はないかという論調も一部で見られ、悲願である純国産戦闘機の製造を期待する声も噴出していた。しかし、こうした声は、あくまでも、日本の中でも少数派に過ぎず、IH 社の機関部 XF91 は試作機であり、量産化の目途がついたわけでもなく、国防の中枢を担う戦闘機の機関部を、こうした数値のみで語ることをたしなめる傾向の方が主流ではあった。ただし、ここで記録された IH 社の機関部 XF91 の性能に、過大な期待を寄せる主張は、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の開発を、日本が、イギリスとイタリアとの3カ国で実施すると決まった後も、未だ尾を引いている。曰く、イギリスで GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の機関部の開発を主管するロールス・ロイス社は、IH 社の XF91 に匹敵する性能の機関部を開発できておらず、したがって、XF91 をベースとすべきとの論調だ。確かに、ロールス・ロイス社は、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の全段階とも言うべきテンペスト計画において、そこに搭載するべき機関部の開発に苦慮していたことは間違いない。しかし、ロールス・ロイス社は、今後の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機において、自国で代替対象としているユーロファイタータイフーンの機関部を手掛けた大きなノウハウを蓄積している。ロールス・ロイス社の戦闘機用の機関部は、ユーロファイタータイフーンの例からも明らかなように、前述したアメリカのジェネラルエレクトリック社、プラット&ホイットニー社とともに、世界の戦闘機の機関部の、実に、60% ものシェアを持つ。戦闘機用の機関部に限らず、ロールス・ロイス社は、船舶用の機関部でも、世界で、有数の実績を持っており、個人的には残念ではあるが、日本の IHI 社が、同社を上回る量産化が、可能な機関部を提供できると考えるのには無理があると思える。さらに、すでに、現行のロッキード・マーチン社の F35 ライトニング2においても、今後の機関部には、航続距離の延伸や、増加の一途をたどる大きな発電能力と、それを実現する上で必須となる冷却機能の実装が強く求められている。こうした実情を踏まえれば、試作機でしかない IH 社の機関部 XF9 に、過大な期待を寄せること自体に無理があると言わざるを得ず。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機においても、ロールス・ロイス社主導の開発が現実的であろう。日本の IHI 社が開発した XF9 エンジンは、試作段階で非常に高い性能を示しましたが、量産化のめどが立っていないため、イギリスのロールス・ロイス社が引き続き主導することが現実的とされています。ロールス・ロイス社は、ユーロファイタータイフーンの開発で培ったノウハウと、戦闘機及び船舶用エンジンでの強力な実績を有しており、世界の戦闘機エンジン市場で 60% のシェアを占めています。このため、将来的な開発においても、
ロールス・ロイス社の役割は非常に重要であると考えられています。今回の展示で示された GCAP の有人戦闘機の新たなデザインとエンジン開発における各国の動きは、今後の航空戦力の方向性を示すものとして、各国の軍事専門家から大きな関心を集めています。これからも進展するであろうこの共同開発計画から目が離せません。